年収ですね。で、年収に関しては、まあ、一般的にこれぐらいって言われているものがこちらの通りです。で、新卒に関しては、まあ、300から500万とか、中堅になると400、700万ぐらいで、で、リーダープラスだと500から800万ぐらい。で、マネージャーだと、まあ、600から1000万。で、独立する場合ですね。まあ、僕とかもある意味で、そのウェブマーケティングで独立している状態なんですけど、そうなってくると、まあ、それこそ月収100万、200万、300万、1000万とか、っていうので目指せる領域です。まあ、ただ、ここに関して言うと、ウェブマーケティング会社の最大のメリットは何かっていうと、僕が思うんですよ。副業が熱いことだと思うんですよね。で、それでちょっとこちらのツイート見てほしいんですけど、フラフラと行きたいなら、ウェブマーケティング会社への就職はかなりおすすめです。理由は単純でビジネスモデルを個人で真似できるから。要するに、会社で働く、そして学ぶ。で、その後、帰宅して、で、副業でブログやアフィリエイトをしまくる。で、1年後には副収入が完成という中で、自動収入を作りたい方はぜひです。まあ、こういったツイートなんですけど、まあ、これってまさにそうだなと思っていて、まあ、僕の友人とかもそうなんですけど、ウェブマーケティング会社で働いてるんですね。で、働いて、いろんな企業に、まあ、広告キャンペーンとか、まあ、マーケティングのそのコンサルティングみたいなやると、まあ、どうなるかっていうと、そのマーケティングの知見っていうのは全て個人に溜まるじゃないですか。で、個人に溜まって、で、溜まっていった、それをもちろん会社の、別の業務に活かしていってもいいんですけど、それだけじゃなくても副業にこう、鬼のようにコミットするんですね。こういうことをやると、副業でめっちゃ稼げるようになったりして、まあ、僕の友人は実際それで稼いでいって、まあ、会社辞めたりもしています。で、さらに言うと、僕自身もぶっちゃけそうなんですね。で、今となってはブログでまあ稼いだりしてるんですけど、ほとんど全然稼げなかったです。じゃあ、稼げなかった頃と稼げた頃、まあ、この中間僕何をしたかっていうと、SEO のコンサルティング業っていうのをやっていたんですね。だから、昔稼げなくて、SEO の知識もそんななかったです。でもそこで、企業向けに SEO のコンサルティングの仕事っていうのをちょくちょく始めていって、で、やると、自分にどんどん脳が溜まれてくる。そうすると徐々にこう、稼げる人になってくるんですよね。で、僕は SEO の知識溜まったので、そこで自分のブログにこう、鬼コミットみたいな、した結果、ブログでめっちゃ稼げるようになったっていう、まあ、こういった感じです。だから、まあ、ビジネスモデルを隠れるというか、個人でもそのビジネスモデルを完全に使うことができる。ここめちゃくちゃメリットだと思います。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。